ようこそ秋田大学医学部保健学科へ。私は保健学科の学科長の安藤秀明です。今日はこれを見に来ていただいてありがとうございます。秋田大学医学部保健学科は新しい社会における対応を心がけています。すなわち医療、福祉、介護、生活を支えるということを新しい社会においておける。皆さんこれ困ったことだと思いますが、ウィズコロナありますよね。これからもしかすると他の感染症も出るかもしれません。こういう中で、ICT インターネットコミュニケーションテクノロジーというものを使ってリモートで皆さん授業を受けたりとかしたと思います。すなわちバーチャルリアリティという仮想現実というところで学んだと思います。保健学科では2、3年前よりこのような e ラーニングのコンテンツとか、ICT をかなり準備しておりまして、授業形態はあまり大きく変化はありませんでした。じゃあ全てこういう授業をやっているのかというとそうではなくて、もちろん一番大事なのはコミュニケーションというところで、知識を増やすというところは ICT を使って自分のペースで自分の興味を持ったところを学ぶという形にしています。このような設備をしながら秋田大学医学部保健学科の特色としましては、一つは多職種連携で学習するということがあります。もちろん医療職なので卒業してからはいろんな職種で話し合って物事を進めていくのですが、本学では看護、理学、作業に含めて医学科もありますので、この4つの学生が1年生からもうすでに一緒にディスカッションをしたり学んだりしています。もう卒業してからのことを最初からやっているということが特色の一つであります。もう一つは特定機能病院である秋田大学医学部附属病院で臨床実習を行う。最先端の医療に触れるということと地域の医療の要でありますので、地域医療についても深く学ぶことができます。でさらにこの実習を学ぶためにシミュレーターといういろんなお人形を使って学ぶのでありますが、今日もこのシミュレーションセンターというところでここにこう人形がいるわけですけれども、これをたくさんありますので、これを使って最新の機器を使って学ぶことができます。でもちろん秋田大学は地域のための病院なので、地域で学び、それを地域に還元するということを目標にやっています。さらにこの地域の秋田県の特色というと高齢社会とか人口減少とかありますけれども、この問題は日本だけではなくて、日本は先端を行ってますが、対応国やシンガポールあるいは中国などは、数はまだ少ないですけども日本の4倍から5倍の速度でこれが進んでいます。なので、この内容、私たちが身につけているものをグローバルな視野で還元していくと発信していくことをやっています。学生のうちに本学では対応国やシンガポール、オーストラリアに研修に行っていただいて、そこでまた学んだり、あるいはそこの学生と交流をして向こうのものを取り入れたりしています。でそのためにはどういう学習をしているかというと、下のこういうところにあるんですけれども、一番下がアドミッションポリシーということで、本学に入学してくるためにはこういうことを身につけてほしいということがあります。一つは学習意欲を持ってもらいたい。 e ラーニングですので自ら進んで学ぶということが非常に大事なので、教室に座っていればいいというわけではありません。でうちの目標の大きなところでありますが、地域貢献とグローバルな視点で学んでほしいということがあります。その中で科学的な探究心を持っていただいて、高い倫理性を身につけて学んでいくと。で繰り返しになりますが、コミュニケーション能力というのが医療職の中では非常に大事なので、これを実習あるいは演習というところで身につけていただきたいと思います。そうした上で自らの自己課題を探求して解決する。これは医療職については医療知識は半年で倍になると言われてますので、大学卒業してそれで終わりではないので、こういう形を身につかなければいけません。このような教育をしておりますので、ぜひ皆さん秋田大学保健学科に来て一緒に学んでいきましょう。よろしくお願いします。